大学生のアイデアが形になりました。福岡市に産学が連携した新しいグループホームが誕生です。このほど完成したのは福岡市城南区の障害者向けグループホーム、よかとこ南方へ2番館3番館です。去年実施された学生向け設計コンペでグランプリを取った九州産業大学の学生の設計案をもとに、地元企業の協力で間取りやデザインを決めたということなんですね。階段の上がったところに見える壁紙もポイントだと思ってます。可愛らしいですよね。カラフルな花柄が建物全体のアクセントになっています。また各部屋の壁紙をこうやって1枚だけカラーにしたのもポイントなんだそうです。この部屋じゃなきゃ嫌だなみたいな、そういう入居者さんが入っていただけたら自分たちとしては一番嬉しいかなと思います。居心地の良さを重視したというこのグループホーム、入居開始は来月1日の予定です。